斉藤正樹二軍監督のインタビューをお届けします。はい、斉藤正樹さんですけども、私の一つ上で、ドラフト1位だったんですけど、1982年、牧原さん、斉藤さん、私っていう3年連続で高校生のピッチャーを指名した時期があるんですよ。それで一つ、私の下に一つを置いて、その一個下が桑田さんなんですよ。やっぱ今思えばそれもすごい話ですよね。だから、この4人、はい、私はまあ13年間で引退したんですけど、この3、後の3人は、それぞれ20年近くやって、で、それぞれ、15年ぐらいは、13年間ぐらいは、ローテーション守ってるんですよ。だから、ジャイアンツのドラフト史上、最も優秀な時期の、だから私はギリギリぐらいで、あとの3人は、素晴らしいドラフト1位なんですよ。本当そうですね。ドラフト1位の、そうなんです。働きを。で、斉藤さんっていうのは、最初、王監督の時代にリリーフやって、すごく苦労したんですよ。で、私がその時は先発ローテーションだったんです。はい。牧原、水野、桑田だったんですよ。へぇー。で、藤田監督になった時に、斉藤さんはリリーフ向きじゃないから、先発にするからって言って、私をリリーフに変えたんです。ほう。そしたらそこから、牧原、斉藤、桑田の三本柱になった。なそれが功を奏して、はい。藤田さんの、考え方は大正解で、それで優勝をいっぱいするんですけど。まあ、それは別に置いといて、今回は斉藤二軍監督としての、はい、監督としてのインタビューですから、ぜひお聞きください。現状チームの状態どう見ていらっしゃいますか？6月に入ってね、はい、もう非常に、まあ、投打の噛み合いも良くて、すごく勝ちが優先していると思います。ただまあ、5月がね、ちょっと悪かったもんですから、その分をこう取り返している感じだと思います。はい。ただこう、やっぱりこう、勝ち星などを見ていますと、当然もうこう、優勝争いを見据えてという後半戦になってくるかなという感じですが、どうでしょう？まあ、ファームのね、まあ、優勝争いはまあ、それほどまあ、気にはしてないんですけど、まあ、でもまあ、毎試合毎試合ね、選手を使ってやってる以上は、当然、勝つようにはやってるわけですから、もちろん、その選手の頑張りで、ここまで来てるんでね。このまんま、それは、最後まで、その優勝争いというところには痛いですよね。はい。やはりそのためには、やはり個々人のやっぱり選手のレベルアップっていうのも当然、シーズンを通してということになりますよね。そうですね。まあ、ただやっぱり育成ということもありますので、その、打てる、打てないとか、には関わらず、まあ、やっぱり若手を優先的に使う若手選手もやっぱりいるので、まあ、そういうところは、状況を見ながらやっていきたいなというふうには思ってます。今、育成というお話もありましたが、今シーズンで言いますと、まあ、最近ですと一軍に山本選手、辻選手が上がってきて、まあ、タイムリー打ったりだとか、まあ、あともう一つでこう、定着というところが来ていると思いますが、例えば山本選手はファームでは17試合で3割1分2厘と数字を残していました。どんなふうにご覧になってましたか？まあそうですね、彼は、非常にまあ思い切りがいいバッティングをするというのと、まあ守備でも、まあ確実に守備をこなすというところはあると思うんですけど、今年はもう最初からね、そのキャンプ、もうシーズン始まる前から一軍のやっぱりセカンドっていうところが、まあ、すごくポジションが空いてるという感じでね、誰にでもチャンスがあるところだったんですけど、まあその中でまあ未だにまだ取り切れてないというところにやっぱり問題があるんじゃないかと思いますし、まあ山本だったり、まあ辻だったりね、まあ脇屋だったりっていうところなんですけどね。辻選手なんかもまあ高卒5年目でどうでしょう、力はこう蓄えてきたなって感じていらっしゃいますか？まあ徐々にっていうところでしょうね。まあだから本当はもう彼はもうそれこそレギュラーを張っててもおかしくないぐらいになってなきゃいけないとは思うんですよね。やっぱりもう5年やってるってことはですね。まあその一方で開幕の1軍のスタメンを勝ち取った岡本選手、こちらは逆にスタメンで開幕入ったけれども、まあ今ファームにいる現状ということでどう見ていらっしゃいますか？まあ昨年は、まあ多分1軍の首脳陣がやっぱあえて、はい、まあ1軍の代打要員に置くよりも
二軍で試合に出て、成長した方がいいということで、もうほとんどこちらにいたんですね。で、打点王も取りましたし、そうですね。で、今年が勝負というところで、はい、キャンプからずっと一軍行ってたわけですけど、まあやっぱり昨年と同じような、まあ繰り返しなのかなというところですね。やっぱりあと一歩脱皮しきれてないと言いますかね。もう一つ、殻を破れないところがあるのかなという気はしてますけどね。一軍のこう舞台で活躍するこの一つこう殻を破る何かこの何かこうきっかけっていうのはやっぱ監督はどう考えてらっしゃいますか。まあやっぱり、上でやっぱり結果を出すということしかないと思ってます僕は。やっぱり上で結果を出すことによって自分ができるという自信が生まれてくると思うんですよ。やっぱりできないからああ今日は打てるかな打てないかなとかってそういう迷いが出てくると思うんですよね。で、いい結果が出てればもうできるんだっていうふうに思えば随分違うんじゃないかなと思うんですよね。なんかほんの一つのワンプレーかもしれませんよ ね、 そ、 ねそういうことですね。でそこで何をつかむか分かりませんけどね、まあその中でルーキーの吉川直樹選手も一軍に回上がってですね、はい、チャンスをもらいました。現状今ファームでも試合で続けていますが、はい、彼はどうでしょう活躍というのは。この間一軍に上がったのはね、まあ、社会科見学みたいなもんですから、まあ、要するに一軍の雰囲気といいますかね、一軍の場所というのはこういうところだよというところを、まあ、見させていただくという意味で、まあ、一軍の首脳陣も呼んでくれたと思うので、まあ、それをこう、本人がどう感じたかということが一番大事ですし、彼は入ってきて、今やっぱり課題はバッティングですね。バッティング。はい。もう守備と足は非常にいいです。そうですか。はい。すごく成長していると思います。特に守備は、その打球への突破力といいますかね、こう、瞬発力というか、そういうのは非常にありますし、スローイングも安定してますんで、守備と足は結構いいとこ行ってるなと思います。ただ、やっぱ一軍の内野手、レギュラーとなると、打てないといけませんから。打つってことなんですね。そういうことです。まあ今、ファームで2割ちょこっとですから。これちょっとファームでやっぱり3割5分ぐらい打って、そうですね。それで一軍でやっと2割5分ぐらいのもんじゃないですか。でそういう感覚をすると、まだまだ打つ方には課題があります。でも、このところ、長打もちょっと出てきて、ホームランも1本打ったんですけど、二塁打とかも出始めてますので、徐々にスイングの力強さも出てきてるのかなと。階段を登ってきてると。そうですね。そう思います。はい。はい、さあ、今度は投手の方ですけども、はい、投手で言いますと、ルーキーで畠選手がね、とにかくいい投球を続けてて、どう見ていらっしゃいますか。まあ、投げるボールはね、非常に良くなってる。まあ良くなってる。もういいです。まっすぐもやっぱり150キロぐらいの速球はありますし、まあコントロールもまあ、まずまずですね。で、あと変化球も、まあスライダーだったり、カットだったり、で、まあフォークも含めてですね。非常にいいと思います。ただ、まあ、その、細かいコントロールという点とか、あとその組み立てというとこですね。要するにまあ、アマチュアだったらストライクだけを投げとけば、まあ、ファールになったり打ち取ったりできたかもしれませんけど、やっぱりプロ野球っていうのはあえてボール球を使ったりとかというところがあると思うんですね。ただそれがキャッチャーがそういう要求をしても自分でストライクを投げてしまう。それでまあいい当たりをされたり、まあヒットを打たれたりということになってると思うので、そういう、キャッチャーの意図を考えた投球といいますかね、そういうのができれば、十分、十分というか、まあ、まだもちろん、その細かい制球とか変化球の精度っていうのはもうちょっと欲しいですけど、でも、まあ、一軍のちょっと起爆剤にはなりそうな感じではあるかなとは思ってるんですけどね。まあ、お話聞いてますと、こう、育成だったりだとか、それから選手の再生という部分で、二軍のこのファームの監督というのは、非常にこう、大変な部分もあるかと思いますが、そのあたり斉藤監督はどう感じてますか。まあやっぱり一軍のが勝つためにどういう僕たちがお手伝いができるかというところだと思うんですよね。でまあもちろん一軍の主力選手が怪我とか不調とかで来た時がやっぱり一番問題で、やっぱりそれをいかに早くね、まあ直してというか上に行かせるかということがまず第一だと思うんですね。それから。その
今年みたいに、ね、ポジションが空いてるところにやっぱりこう若手をうまくこうはめてあげれるということが一番なんでしょうけど、まあ、なかなかそれがはまらないというところですよね。なかなか型通りにはいかないですね。いかないです、まあ、すごくこの選手いいかなって思うけど、まあ、やっぱり一軍に行ってみるとなんか足りないんだなっていうところですよね。まあ、それの繰り返しになってますので、まあでもそれはね、僕たちも根気よくやんなきゃいけないし、うん、選手たちも、行って、なんか反省点があればまたこっちでやってっていう、それの繰り返しだと思うんでね。なるほどね。最後になりますが、この番組水野勝人さんがやってる番組ですので、はい、ぜひスタジオに水野さんにメッセージを。あ、そうですか。はい、この間一緒に、たまたま食事をしまして。あ、そうですか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ水野とはね、一緒にもう、当然、僕の一個下ですから、はい、もう一緒にジャイアンツを支えてきた、仲間でありますし、まあ、これからもね、やっぱりジャイアンツのために、こうなんか知恵をお借りできたらなというふうに思ってます。これからもよろしくお願いします。はい、ということで、斉藤さんからのメッセージもありましたけれども、ね、はい、まあ、ワンブレイクして、はい、二軍の方をちょっと見ていきたいなと思います。はい。番組後半です。前半は斉藤正樹二軍監督のインタビューをたっぷりとお届けしました。ですね。まあ、はい、ファームっていうのは非常にまあ難しくて、二軍で優勝することを目指してないんですよ。だけど、はい、勝負なので、なんて言いますかね。まあ一番は一軍に選手を送ることが一番なんですけど、はい、まあそうね、ひとみちゃんにわかりやすく言うと、送りバントはあります。はい。バントね。で、バントの練習っていうのは、プレッシャーっていうのはないわけです。で、プレッシャーってどういう時にかかりますか？プレッシャー。ここで打たなきゃいけないとか。うん。はい、失敗しちゃいけない時にプレッシャーってかかるんですよ。はい、はい、はい。で、練習って、そうか。そうなんですよ。あ、だったら、勝ちに行ってないんですけど、ノーアウト1、2塁。ここは絶対送らなきゃいけないっていう、その場面でしか、そのバントっていうのは教育できないんですよ。ああ、そう、確かに。ね？ひたすらあの体勢で、バントの練習してもあんまり見ないで、どんな球が来るかもわかんないんです。はい、そうしたら、そのピッチャーの球種が頭の中に入って、どの球が来たらどういう風にしよう。変化球が来たら、絶対手だけでやりに行かない。体全体を使って、バントをするとか。うん、はい、そういうことが頭に準備しておかないと、バントの練習はできないんですよ。じゃあ、その試合で、その場面に、誰が回ってくるかなんていうのは、わかんない。わからないわけですよ。はい、だから、ずっとたくさんの試合をやるわけですよ。あ、そういう意味で実践なんですね。そうなんです。あ、だから、結局、3軍も作ったってことは、はい、より実践を多くした方が、若い手の育成になるわけなんですよ。どんだけ走って、そうなんです。では、二軍にピッチャーがいました。はい、二軍でも、一試合しかない。ということは、はい、今日、一軍の試合があります。二軍の試合があります。三軍の試合があります。先発ピッチャー三人しかいないわけですよ。じゃあ、30人から今40人ピッチャーがいるわけですよ。その中で三人ですよ、はい。先発ピッチャーは。でも、ずっとブルペンで投げても、うまくならないでしょ。18歳の高校生は。なるほど。どこに投げたら打たれる。どこに投げたら抑えるっていうのは、やっぱり試合でやなきゃわからないわけですよ。そうですね。でも、その18歳の選手が、もう体作りからやってる選手と、大学生はもうある程度体ができてる。はい、もうすぐに一軍にやりたい。準備を、一軍に行く準備をしてる。この人たちは二軍。でも、まだ、体作りもやってる。でも実践もやるっていう18歳とか19歳とか、体が出来上がってない人は、まだ3軍と。ステップがあるわけですよ。なるほど。で、そのさっきの送りバントじゃないですけど、はい、この場面でプレッシャーがかかるところで、そういうサインを出してそれを成功させるっていうことが、自分の自信にもなるわけですよ。そうしたら自信が、ついてくると、どんな場面で、いや、僕はできるよっていうふうになるわけですよ。で、じゃあ自信をつけるために何をしておけばいいか。いや、じゃあ、今日は速い球のバント、マシンで、速い球でバントをやっとこうって。速い球はもう自在にどこにでもバントができるようになったっていうことが、自信になって試合の時に不安にならない、プレッシャーがかからないっていう方になるわけですよ。
結構メンタルなんですね。メンタルなんですよ。はあ、だから、勝ちに行くところで、例えば2軍の試合でも10対0で負けてるっていうところに、そんなプレッシャーっていうのは生まれないんですよ。だから、競ってないとダメですもんね。そう。だから、勝ちに行ってないんだけど、勝ちの中にしか生まれない、勝負感っていうのは生まれないんですよ。だから勝ちには行ってないんだけど、はい、勝ちにこだわった毎日の試合を運んでいかないと、リリーフピッチャーも、ね、5点負けてる9回と、1点勝ってる9回は、全然違う。全然違うわけなんですよ。確かに。だから、やっぱり試合を勝って、そのリレーしていく、その2軍の中でもプレッシャーを与えながら継投していくとかっていうことが、すごく大事になるんですよ。だからその辺を、でも今日、まあルーキーで今年、畠選手っていう、150キロ投げるって言われて、はい、で、この前1軍でも1回投げたピッチャーがいるんですけど、その選手は、取ってすぐに肘の手術をしたんですよ。で、もういきなりリハビリですよ。で、やっと2軍に戦で投げるって。で、投げました。一回投げただけでは、肘の状態もわからないわけです。でもやっぱりすごい球を投げる。って評判になって、これ順調にいけば一軍だなって言ったら、8点取られたんですよ。3回まで。はい。そしたらこれ、一軍に上げます？そうですよね。迷うわけですよ。それでも、一軍の先発ピッチャーがいないので、上げて一回広島で使って、まあ、まずまずだったかなっていう感じなんです。でも、そうやって期待した選手を、どこまで引っ張るか、二軍の試合。はぁ。勝ちが目的ではない試合もあるわけですから、はい、そのピッチャーをどうしても5回まで使いたいときは、8点取られても投げさせなきゃいけない。そうするともう今日は、試合を勝ちに行くんじゃなくて、試合を勝ち負けは、もう勝ちをほったらかしにしてもその選手の育成のために我慢するっていう日もあるんですよ。はぁ、あ、じゃああの試合は、いろんなこう、まあ、今日はこれと。そうなんですよ。だからもう、吉川選手にしても、はい、まあ、岡本もいるんですけど、はい、それぞれが、その、置かれてる立場が違うんですよ。そうですよね。ああで、二軍は、二軍のレベルのピッチャーなんですよ。で、二軍のピッチャーからは、さっきインタビューでもあったんですけど、3割5分ぐらい打たないと、一軍行ったらもっとレベルが高いピッチャーになると、ね、一軍行ったら2割5分しか打てない。じゃあ二軍でも2割5分しか打てないのに、一軍行って3割打てますか？そうですよね。ということになるわけです。良くなることないですもんね。だからこれが二軍の、その、三軍もあって、まあそれぞれ二軍監督と三軍監督では立場違って一軍に送り込もうとしてるんですけど、はい、まあ斉藤監督、大変です。だから頭が下がるんですよ。なるほど、ね。できないですか、水野さんは。そういうことを言いたいんですよ。できるとかできないは言わないんですよ。なるほど、なるほど。それが言いたかったんです。斉藤監督頑張ってください。はい、本当によろしくお願いします。はい。